はいどうも皆さんこんにちは、ピヨッチキチャンネル、プネッシのピヨトです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちら、時知らずいぶし工房にてラクト450スプラマニューバー H3 リールガンハイドランプでやっていきましょう。それではスタートです。さあ久しぶりにここのね武器一覧を噛まずに言えたいつも何かしら詰まるし、どこかでって入るんですけど、今回は入らずいけたんじゃない？何を私は目指しているんだ、どこへ向かおうとしているんだ。将来アナウンサーにでもなろうとしているんですかね、私は。違います。そもそも滑舌がそんなに良くないということで、やっていきましょう。 H3 リルガン、よろしくお願いします。さあ通常ウェーブなので、まずは壁をどこどこ塗っておきましょう。側面もちゃんと塗らないと、いつの間にやら足元を救われるという事態が起きるかもしれない。向こうですね。さあウィーウィーウィー、届く、ギリ届くか。うーやっ、落とした方が早い。うわっやばい、死ぬ。滑らかに死んだ。これが滑らかしか。ハイドラさんありがとう、君のおかげで助かった。死んじまうよ、私が死んじまうよ。うえぇ、怖えよ。ちなみに H3 リールガンのダメージがいまいちまだ把握しきれてねんすわな。2発で落ちてるってことは50以上は出てるっぽいよね、見る限り。あいつなんとかしたいね。あ、ビッコビッコいってんの、ここか。おいしょ、どこ、ごめん、ふっ、オッケー、どういける。あ、餌です、ありがとうございます。これ僕狙いっぽい気がしたんで一旦逃げたけど、やばいか。よいしょ、よいしょ、ケイン、ナイス、オーケーオーケーオーケー、いい感じです。いや危なかったけどね。とりあえず第1ウェーブクリアだけでもいい、帝王の判断もいいでしょう。あれはまあちょっと遅かった気もするけど、いらなかったかって言われるとね、 H3 リガンだったから使ってもあれは問題なしですね。雑魚処理をあんな高速でできただけでもでかい。あ、入れる？あら、うまいことで、おうまいことでございやすな。濡れた、うまい。あの速さで濡れるとはね。バカやばい、コウモリの場所に入っちゃったし、ダメージ回復。0距離でやるとこいつの DPS 高いんだけどね。やば、よっこいしょ。こいつは下手に溜めるよりもこっちの方がいい。爆弾いるよね。おっ、オッケー、安心して私が守ろう。バゲうまいよ、狙いは私ですね。ナイスハイドラー、やべ、ボムだけ置いたけど、ちょっとまあ納品の方に欲を向けすぎた感はありますが、ナイスナイスナイス。ラストだからもうちょい移動できると思ったけど、とりあえず可視化ボムだけ投げときます。ナイス、インクが余ってるときは可視化ボム、みんな覚えとこうぜ。マジで残り4秒ぐらいになって天高くボムは投げましょう、インクが残ってる場合はね。はい、カモンベイベー、オーダーパン塗るよ。おい、オッケー、
大多数なんか海に沈んでた気もしなくはないが、まあいいでしょう。フルチャージだとダメージがすごい上がりまーす。はい、あれやれる？あ、やれない。狙い僕だもんこれ。食べた。よっ、オッケー。なんとか落としたいけど、側面の方も側面でかなりめんどくせえな。狙いボックかこれ。よいしょ。あ、無理だ。ありがとう。あとは逃げろ。勝ち確保。オッケー。よく耐えた。偉いです。マジで横綱。ああ、ハイドラここいるから、ハイドラは単体でこいつ狙い続けてもいいと思う。他のやつでなんとか。 H3 もね、軽く見る限りだったら DPS 的には落とす、直殴りしても良さそうなんだけど、さすがに2人だけじゃここの落とすのができないよね。あそこいいんだけどさ、あそこいいんだけど、問題として一つあって、帝王がね死ぬんだよな、あれ。雑魚多すぎ。待って、濡れねー。インクがこういう時に限って死ぬ。めちゃくちゃ遠く行くじゃん、あの人。なんだが、ありがとう。もう直殴りするしかねえ。いやー惜しい。途中まですげえ雑魚処理の感じ良かったんだけど、出っちまったのかな。帝王での処理の仕方はかなり良かった気がする。いやー負けたか、悔しいな本当に今の。まあでも、うーん、そうだね、あそこの盤面だったらうまく活躍はできた方。てかそもそもの問題で、そっか、時知らずだから400超えだったんだな。そっかそっかそっか、400超えのところでね、メリットデメリットがあるんですけど、メリットとしては、メリットとしてはまず基本的にカンストした人ばっかりここにいる。またカンストを目指してる人がここにいる。趣味で来る人は、まあそれでも400まで通常ねやってる人はもうめちゃくちゃやってる人です。つまりは初心者、相当な初心者っていないんだよこれ。必ず、まあ多分一番カンストした人だろうね、一度でもいいから。なぜかっていうと、そのカンストするとボーナスでね400から始められるから。
さあ、あーこれ向こうだ。やっぱりね、あの位置出しても遅れないから私は行かないよ。ここで出るやつがあった方がいいもん。ハイドライです。はい、来た。OK、ナイス。ここで落とせるのが一番いいわ。あー、出た。ここで出るのは想定外。納品はちゃんと私がやらせていただきましょう。なんでジャンプしてるかというと、ドスコイとかをやるときは縦で、それ以外のやつをやるときは横でやるように私してます。そうするとね、あんたそこ好きね。オーケー、ナイス。逃げる前に作れた。危ね、あの位置で殴られたら確実に落ちるぞ。あんたさっきから同じ場所ばっか出るね。はい、ナイス。とりあえずこれで砲丸の憂いは立ちましたな。カモ、おお、ここら辺の壁も塗っておきたい。満潮でも唯一塗れる、なかなか塗れない壁って感じの印象だね、ここは。おお、マジさっきの満潮になる間にここの壁塗ったってこと、すげえな。まあ最初の時間はこれでいい。あー、よいしょっと、よし。うわっ、あぶね、よく逃げた。ほっ、やっべえなー。かわした。端っこにいると着弾位置がずれてくれること結構あるからね。一応片パ2体今死人できてたから、片翼だけでももいどくべきでしょ。あー、網が邪魔で高さ足りない。一足だけにとどめましょう。痛い、やばい。雨フラッシュも来てる。雨フラッシュマジで一瞬なんか死人できないんだよな。ダメージ食らってんのは分かんだけど、どの範囲に出てんのかが本当に分かんない。返すわ。出てないね。いた、全部あいついった。マジか。もうみんなこの盤面での仕留めにかかりってんな。こういう時の雨降らすが一番厄介。うわっ、あー、やられたか。こういう盤面での雨降らすが一番嫌なんだよね。絶対その範囲から逃れられない部分で、しかも体力がギリギリになるから、ああいう風に雑魚一撃で終わるんだよ。普段だったら許容できる一撃が許容できなくなるってでかいんだよな、本当に。さあ、ということで負けです。いやー、悔しいな。今の危険度的にはどれぐらいなんだろうね。マックスが333でしょ。253、まだ80も届いてないのこれ。そう考えるとやべっすね。あ、そうだ、違う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 、また来んなよ、また来んなよ、来ないでよ。 H3 のダメージを知りたかった。いやー、来てほしくない時に来るんだよ。あと5秒待ってくれたら検証結果わかんのに。まあ終わったらちょっと確かめてみましょう。これは今後またこの武器が来た時にも役に立つ情報だからね。確定2発でザコが沈んでるってことは2発で100は超えてるのは確かなんだよ。
で、私はこれを70くらいだと想定してるんだけど、実際のダメージはいずこかという感じですね。パタパ出てないかい？あ、違うわ、パタパじゃねえわ、柱か。あの、キュリリリリリって言ったの。やっべ、危ね。垂直飛び。あー、やっぱ200以上は出てるね、あれ。だから私は70くらい想定じゃないと、じゃないと HP400 あるあいつは普通トリガーでは終わらないはずだからね。危な、危な。オーケー、オーケー。普通にこの上安全なんだわ。2発食らった。ダメージちゃんと回復しないとまずいのと、あれ持ってっちゃダメ。あっぶね。さっきからダイバーの範囲怪しいぞ。よいしょ。あー足りてない。あと2つ。オッケー、足りてよ。密かにそれを知らせる。あーいず届かない。まあ届かなくても足りてればいいや。うえー、雨降らしか。びっくりした。視界のところにいる人が突然爆発したから、うえー、ホラゲーよ。デスゲームで最初に殺される人みたいな感じの死に方してた。ふざけんな、早くここから出せ。私にあまり逆らわない方がいいですよみたいなこと言われる、最初の見せしめに殺される人みたいな聞き方してるよ。わかるかな、なんか主人公視点で見たその人みたいな 笑い事じゃねえけどな。人が死んだんだぞ、何ヘラヘラ笑ってやる。悪い悪い、あまりにも滑稽だったからさ。危な。よいしょ。ほいほいほい、ほっ、よいしょ。軽量級武器の特権だね。ちなみに実はいくら投げをした時の方がこいつワントリガーやるよりダメージ出るんで。一発だけでもいいから仕留めて。うわっ、鉄球のダメージでやられるダメージになってないと思ったら上にも展開されてるわ。マジかよ、ありがとう。チェイ、逃げろ。あっぶね。こっ、いくらもちょうど足りねえんだ。ボム撃つ余裕はないから。あっぶねえ、怖え。マニューバ怖えよ。マニューバよいしょ。どこだ。ああ、OK、塗ります、ボム投げます。あっぶね、ありがとう。トリトルのおかげで私は助かった。トリトルの範囲に逃げることで。どのくらいいたのか。まあいいや、もうここで出そうか。私じゃないな、クワスさん。あんまりね、カタパがいるの攻撃下げになってるときに放ちたくないんだよな。上、壁登るとね、私死ぬからね。壁登るときって直撃コースめちゃくちゃ多いのよ。
いい数あるじゃん。いいって言うけど、ここかなり逃げづらいな。ほっ、オッケー、うわこれ逃げるのは私まあまあ得意だぞ。ナイスー、オッケー、ナイス勝利。あそこのボムでの復活もお見事。ボムはね、味方に当てると即起爆できんだよね。それがあるからボムはね、直線的に投げる方がいい。山なりにやる場合は復活の時間に合わせるときかな。ナイス、33納品、いいね。これは私納品の要としてちゃんと支えられたんじゃないか。おお、2200の報酬ギリギリ、2201、すごいね。さあちょっと気になるので H3 ビールガンのダメージ把握だけしましょうか。こいつなんか特殊なエフェクトキュイーンって出るときあるけど、まあそれはねあれなんだよね、これで入んだけど、別にこれが出たからといってダメージが上がるわけでもなく、ほら別にね、一発70なのは変わんないね。一発70か、やばっ。え、なんで僕がこんだけ驚いてるかって、これ多分シューター種最高火力じゃない、こいつ。こいつ多分シューター種最強火力だぞ。ゴッツガロン、ゴーニーガロンが、ゴーニーガロンが、52とかで、96ガロン、黒ガロンが確か63か4だったんだよね。だとするとこいつのダメージがシューター種最強じゃない。71発、だいぶやばい火力してますね。だって小ジャケが一発で、小ジャケがさ、ダメージ的には2発吹っ飛ぶぜ。すげえな。こんなやべえ火力してたんだ。ちょっと H3 リールガンへの見る目変わりますね、これ。うん、インク消費量とか火力から見ると、かなりこいつ強いぞ。まあ、セミオートで3点バーストっていうところもあるけど、ドスコイの処理、これまあ、ドスコイと同じ処理、体力なんですけど、この速さでドスコイ処理できるシューターって、かなり、貴重よ。一発で3発出るから DPS もえぐいぐらい高いし、本当にまあセミオートっていうところだけだよね。強い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 。こう、そうか、 H3 への評価ちょっと改めないといけないですね。一発70はちょっと化け物。はあ、70ダメージというか、まあ60超えてくるとね、単発がちょうどタワーが落とせるんだよね。タワー1段分が落とせるから、だからこいつワントリガーでうまくいけば3落とせることになる。すごい。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。いやー、視聴者置いてけぼりにして興奮してるかもしんないけど、私としてはこれすげーと思った。あとまあダメージ計算頭の中でしてましたけど合ってましたね、210っていうところ。よかったです。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。